モフモフ、ピンクコインチャレンジ。お、やっていくる。あれ、コースタイトル間違ってないか？間違ってないよ。だって、モフいもん。モフモフだもんね。一部の方にしかわからないネタは、あまり使わない方がいいんだぜ。コース制作者の名をさんにはわかるから、今回は許してください。今回提供していただいたコースは、バブルやらバーナーやらの、凄まじい火力をかわしながら、赤コインを集めていくコースになってるんだぜ。今まで私たちは赤コインって言ってたんだけど、公式はピンクコインが正しいみたいだね。まあ今更だし、私たちは赤コインで統一してこれからも実況していきますね。それと、今回は1画面コースで邪魔にならないように、私たちは全員右側からの実況になっています。このコース、時間が経てば経つほど、ダブルのタイミングが変わって、難しくなっちゃう感じかな？だからといって迂闊に飛び込んだら砲弾やバーナーに当たっちゃうし、急ぎたい気持ちを抑えつつ、タイミングはしっかり見計らっていかないとね。幸いなことに、コインが置いてある場所は安全地帯になってるみたいだな。そこをうまく拠点にしながら、じっくり機会を伺っていきます。この辺りは、割と弾幕が薄くて、ちょっと気を抜いても大丈夫そうだね。あくまでも他の場所に比べればだけどね。下に捕まって、砲弾の隙間にさえ入ってしまえば、休憩できるんだぜ。右上のコインのところに行きたいんだけど、ここはかなりヤバそうだよ。あ、下からジャンプしちゃダメなんだな。ふう、やっとここまで戻ってこられたね。画面中央の一方通行のエリアがかなりのくせ者だね。危なかったけど、ここまでなんとか進んでこられたな。ここもまたものすごい火力だね。バブル、バーナー、砲台。これはモフいね。右端まで一気に抜けていっちゃいたいんだけど、なかなかタイミングがつかめません。これでタイムが100秒制限とかだったりしたら、正直諦めてたかもしれないんだぜ。いける、と思っても、なかなか思い切れないね。落ち着いていけよ、霊夢。焦っちゃダメなのはわかってるけど、なんとなく気はせいちゃうんだよね。ここかなり難しいよ。まず最初はバーナーとバブルをやり過ごしてから進んでいくよ。奥の赤コインまで全力ダッシュなんだぜ。そして、バブルを一回見送ったらダッシュで戻ります。バーナーが出てくる前に、上に上がっておきましょう。ここは安全地帯が近い感覚であるから、自分のタイミングで焦らずに行けば OK だぜ。ここの赤コインを取った後に、左側に戻るのが結構大変だったよ。幸い壁にぶつかるから、進みすぎることがないのは助かったんだぜ。この下のエリアは、さっきも言ったけど割と余裕があるエリアだよ。バブルが届いてこないから、基本的には砲弾だけ注意していれば大丈夫かな？そしてここ、下手に下からジャンプすると上のトゲに当たってしまうから、一旦コインがあった場所まで戻って、タイミングを見て進む方がおすすめなんだぜ。バーナー参考に砲弾まで来てるから、じっくり止まった方がいいね。ここだ。この先が、このコースの最難関ポイントだと思うよ。お、なんか今はちょうどいいタイミングだったな。赤コイン取るのは簡単だけど、トゲに間違って当たらないようにね。ここからさっきの安全地帯まで戻るのは、こっちに来るよりか簡単だよ。砲弾のタイミングの分、1秒くらいは余裕あるんだぜ。ガリガリも怖いけど、今みたいにスピンジャンプなら当たらないよ。青ガリがいっぱい。まったく誰だよ青ガリなんて考えたのは。よし、これであとは鍵扉に入るだけだね。落ちる床だから、急いで入らないとダメだぜ。ここで失敗なんてしたら、泣いちゃいます。霊夢、このコースはどうだった？一画面の中で、これだけハラハラできるアクションなかなかないから、面白かったよ。なおさん、コース提供どうもありがとうございました。あれ、君の、名前は？あ、葵さんだ。サムネ用に葵さんが遊びに来てくれたんだぜ。なおくんのコース、楽しんでもらえましたか？次回は、あなたのコースにくるくるくる、なんちゃって。